田さん、あの詩選手、あの今日一日、はい、全くですね表情を崩しませんでした。そしてブシャール選手、最大の敵とも言われています、ブシャール選手との戦いは苦しさが続きましたね。そうですね、あの一回負けてる相手なので、うん、あのよく研究してね、はい、対策してやった結果が今日の結果につながったんじゃないかなというふうに思いますね。自分を出して得意の技をかけることができませんでした。そして逆にそのブシャール選手からの肩車、それをかまして続けたそうですね、はい、最後の最後の寝技を抑え込んで、やはりあのね、立ち技